いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちら灯油のポリタンク18リッターのタイプですね。今ねバツバツということで、はいね、こんな感じでバツバツという風にして印つけてるんですが、ね、水ということでね、普段は水を入れてね、例えば左官の仕事とかタイルの仕事とか様々ね水使う場面で、はい、こちらね、運んでいってるんですが、これねちょっとバツということでいわゆる水漏れしてるんですよね。それでねちょっと水漏れしてる箇所がおそらくこの底だろうというふうにして睨んでいたんですが、何やらちょっと違うんですよね。今ね水を入れていたんですが、そんな水漏れしてる感じもしないの でね、ちょっとね先ほどちょっとエアを入れてみたんですよね。ちょっとやってみましょうね。もうね場所はね特定されてるんですが、ちょっと こちらで行きましょうかね。はいね、水ねだいたいこのぐらい、まあ5リッターか6リッターぐらいは入ってますね。はい、ではねどういう実験をするかというと、この中にねエアを吹き込みますね。ちょっと見ててくださいね。あのよく、ガソリンをね間違ってこれに入れる方いますけれども、ある時ね見るとボワッとこう膨らんでるというようなね、そういう状況を見たことがある人もいるかと思いますけど、まず行きましょうね。はい、こんな感じどうでしょうね。はい、少し横がね広がっているのがわかると思うんですが、はい、それでねここもご覧ください。ちょっとねわかりづらいんですが、ちょっと亀裂があるんですよね。はいね、これでねなんでこんなことをしたかというと、これをすることによって底がねどっか水持ってればねつくのかなと思っていたのですが、ついてないということでね、ということはねこっから漏れてるという可能性がちょっと高いなと。というのも、かなりの満タンに入れますんで、ここからねじわーっと出てきてもおかしくないのかなと。そして垂れてこの辺にね、ちょっとあの床を濡らしてたということがあります。まあ、当然ねこれ中でこうね満タンの状態で揺られてしまえば、ここからね出てきてもおかしくないということなんで、はい、これねやはりちょっとね今後使っていくにしてもちょっとね不安ですよね。なのでこれを使用するのをやめて、はいね、よくちょっとどっかで見たことがあるかなと思うんですが、ここをねなんか切り抜いて、なんかね受けとして使ってらっしゃる方がいるのを見たんですよね。何屋さんでしょうかね、アスファルト舗装屋さんでしょうかね。なんかねそんな感じの方々がちょっとねこれを箱受けにしてるということで、ね、見たんで、ちょっと私もね真似してみようかなということで、じゃあ何に使うかなということなんですが、例えばオイル交換する時のね受けというのでもいいのかなということで、ね、もうあらかじめこれ印つけてますんで、ちょっとねではね早速やっていきたいと思います。では中のねまず水、これ今6リッター入ってますけどもね、じゃあどうするかっていうことなんですが、ここねの作業場にはねとても素晴らしいシステムがあって、はいね、いろいろね見てる方いると思うんですがね、今ちょっとエア落ちてしまいましたけども、ここにね溝がちょっと掘られてるんですが、ここのね溝のところに水を流してあげると、はい、ここにね塩ビ管刺さっていて、地中までね、ちょっとドリルで穴掘ってますんで、自然とね水が浸透されるというシステムを採用しています、ね。はい、では行ってみましょう、ね、こんな感じで、はいね、ちょっと一回昔ちょっと動画を上げましたけれどもね、スリット水路という風にしてね名前つけてます、はいね、どん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 水ね流れていって、はい、まあ、知らない間にもう全部浸透するというような感じで、低いところにこの塩ビ管のね、はい、これ何ミリでしょうかね、16ミリの外径25ミリかな、そんな感じのやつをちょっと、差し込んでますね。はい、このね溝の中にもどん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 入り込んで水ね流れていきますんでね、ご覧の通りこうやってね全部縦横無尽に、はいね、あの水路というかねスリットが掘られてますんで、はいね、ということでね水はねもうすぐ処理ができますよと。これね冬期間の、まあ、例えば、氷とかトラックについたね雪とか氷とかそういうのはね溶けた時にいつもね
いろんなところに、まあ、左右、ね、作業場の中、流れていってたということで、まあ、ちょっとねその辺いろいろ不便を感じてたんで、今回というか前回、いろいろと工夫しながらやっていきましたということです。はい、ではねこんな感じでね、これ今センターの印つけてますけれども、これ今30mm スター M さんの先三角ショートビットということで、これねこんな感じでまず、はいね、いきます。なかなかね切れないですね。こっちのね切れ味がちょっと悪いのかもしれませんけども、ちょっとね力いっぱいいきましょう。はい、開きましたね。こんな感じでね、やっぱり角はね丸くしとくべきですね。いきます。はい、おっとっとっと、はい、ではね3箇所目いきます。はい、4箇所目ねいきましょう。最後このねビットは途中で止めれるというような感じで、ね、先が今三角なんで途中で止めれるというものです、ね、これがねドリル形式のものだと、まあ、ずっと、突進していくというような形になってるんで、はいね、ドリルいろいろな種類があるんで、まあ、使い分けしっかりされるといいのかなと思います。はい、ではねあとここの黒い印、これをどうやって切っていくかなんですがね、こちら今はいね、セーバーソーね、レシプロソーっても言いますけどもね、これ牧田さんのやつなんですが、はい、これでちょっと切っていくのがいいのかななんて思いながら、ただねちょっと、最初のこのね始めの部分がなかなか難しいかなと思うんで、これでねこれがマルチツールですね、これでちょっとやっていきたいと思います。いきます。はい、はいね、これマルチツールでやった方がちょっと早いかもしれないので、集塵機ねちょっとつなげていきましょう、ね、はい、ではいきます。なかなかねちょっと吸ってくれないですね。ね、最後ですね、いきます。はい、ということでねこんな感じで、はいね、角は丸くするとねここからね日々行くこともないと思いますんでいいのかなと思います。ね、これ別に30のやつじゃなくても25とか20でも全然いいと思います。ね、はい。
ということでね、こんな感じでね、これだけ広ければ、はい、ね、280の260ということでね、ちょっとオイル交換するときとかにも、もしかしてね、こうやって入れてあげると、かなり重宝するのかなということで、はい、ね、ただこれ、今、響いてるところが、ちょっとね、これ不安ですよね。ここからまたバリンと行くんじゃないかということで、やはりね、ここもちゃんとこういうねところの、やっぱり何かせっかく作ったのにね壊れてしまったらもったいないんでね、こんな感じでプラスチック溶接というねものありますんで、これでねちょっと補強していきましょう。はい、ここにね針金をちょっと入れておけば、まあ落とした時にでもですね割れることもないかなということで行きましょう。はい、ちょっとね煙出ます。はい、あ、ちょっと、はい、これでちょっと少し置きましょう。はいね、で、2箇所ぐらいやっときましょうかね。はいね、こんな感じで、ね、あとここのねひび割れ部分も、これはねちょっとこれからねまたちょっと割れても嫌なんで、ここは、このねストレートの針金じゃなくて、このねなんて S 字タイプというんでしょうかね、こちらの針金を入れていきますよ。はい、形はねちょっとねこんな感じなんですよね。はいね、これをまず入れていきましょう。こんな感じかな。はい、いきます。ちょっとね水ついてる感じがするので、はいね、溶けるまでちょっと時間がかかったようです。はいね、これでいいんじゃないでしょうか ね。この辺もちょっとひび割れてますけれども、まあ、これ自体でねなんか水運ぶとかっていうことはもうないんで、これでいいのかなと思いますね。はい、ということでね、これマキタさんのバッテリー、ね、18V のバッテリーで 100V のねこれ電源取れるやつなんで素晴らしいものです。はいね、こんな感じで、こういうことでね、まあ、あのプラスチック溶接をすることでちょっとねひび割れ防止になるのかなということで、こんな感じでねとってもついてね、まあいいんじゃないでしょうかね。あとこの辺はね少しちょっと、サンダーかなんかで、ちょっとね削っておこうかなと思います。はい、ということで、ね灯油タンクのね、こちら18リッターを、まあ有効利用するにはこういう方法があるよということでご紹介しました、ね、はい、ということで以上、ご視聴ありがとうございました。まあ、当然これごめんなさいね、後でちゃんと切り落としますんで、はい、以上ご視聴ありがとうございました。